はい、皆さんこんにちは。 DJ のウクレレベース講座です。今回のベース講座はウクレレベース音が立ち上がるまで実はタイムラグがあるんですよというお話をさせていただきたいと思います。はい、ウクレレの場合、ウクレレベースじゃなくてウクレレですよ。ウクレレの場合弦が細いです。弾いた瞬間にパーンとパチーンと音が跳ね上がってくると思うんですが、このウクレレベース見ていただくと樹脂製のこの弦っていうのは弾いてそれから音が立ち上がってくるまで実は若干のズレがあるんですね。ボーワンっていう感じです。イメージ的にボーワンっていう感じです。ウクレレはパーンなんですけど、弾いた瞬間にですよ。それがウクレレベースはボーワンなんです。普通に聞くと弾いた瞬間になってるじゃんっていうイメージなんですけど、実は若干の遅れがあるんです。もう 0.00 何秒ぐらいですが若干の遅れがあるんですね。若干の遅れがあるということはウクレレのつもりで弾いてると実は遅れてるんです。出てくる音がちょっと遅いんですね。で、遅いというふうになるとまあ重たく聞こえればいいんですが、遅れてるというふうになりがちなんです。はい、スティール弦、ラウンドワウンド弦ですね。こちらの方は割と立ち上がりも早いんですけどベースは若干の遅れがあるので、スティール弦の方でも気持ち早めにピッキングするんですね。そのジャストのタイムより早めにピッキングするんですが、この樹脂製の弦はさらにちょっと早めにピッキングする必要があるんです。で、早めにピッキングするというとこのジャストのリズムより早く弾く、でだんだん早く弾くってだんだん早くなってくる人がいるんですが、そういう解釈ではなく、このリズムの感覚は一緒でそのまま横にちょっとだけ早くするイメージなんですね。はい、早く弾くっていうとどん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 間が狭まって4小節ぐらい経ったら間がこれぐらいになるではなく、みんな同じリズムの幅は保ちながら若干気持ち若干だけ前に弾くイメージなんですね。で、メトロノームがピッて鳴るのをイメージして先に弾き始める感じです。そうするとメトロノームとスコンとぴったり合うんですね。ウクレレベース気持ちよくスコンとリズムを入れて、グルーブっていうのはこうリズムの波ですね。そういうのを作り出そうとすると気持ち若干早めに弾くという風なのを頭の片隅に覚えておいていただいてですね、で、そこまで練習いろいろしていって、なんとなく、あ、そういえば若干早めに弾くって BJ が言ってたなっていうのが分かるようになると思いますので、それまでは頭の片隅に置いといて、なんとなく気持ちに早めに弾いてみようという風な感じで弾いていただくといいと思います。そういう風に考えず普通にリズムになんとなくボーンと弾いてると大体が遅れてますから、そういうベーシストにならないようにですね、若干気持ち早めにピッキングという風に覚えておいてください。はい、 BJ のウクレレベース講座、今回はベースの音は立ち上がりが遅いですので早めに弾きましょうとお話をさせていただきました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。